今週のテーマは、宮古は冬も元気です。復活宮古酒祭り。先月20日、5年ぶりに津軽石川河川敷で元祖宮古酒祭りが開催されました。震災以降、河川敷での開催を見送り、宮古サーモンフェスタとして開催されてきましたが、昭和48年に始まった鮭のつかみ取りができる陸中海岸初のイベントが復活しました。河川敷を外してのですね、鮭祭りというのは普通は考えられないんですが、今まで駅前の広場でやってましたけども、やっぱり自然の中でのつかみ取りに一日も早くこう復帰したいと思ってましたが、なんとか川床をこう整備していただいて、この度、そういう環境が整いましたので開催するという運びになりました。元祖宮古酒祭りの復活の目玉はやはり鮭つかみ取り。この日は200名の皆さんがつかみ取りに挑みました。5年ぶりだったので、ネットで見てやっぱ来たいなと思って、なんかボシャボシャ乗るからそこが楽しかった。楽しいですか？はい楽しいですぜひやってください。5年ぶりに河川敷で復活したことで、来場した皆さんにとっても味も祭りの雰囲気も格別だったようです。美味しいですね。並んだからありました。河川敷はほらお客さんがこの通りいっぱい、嬉しく感謝してます。やっぱりこっちの方がいいですね。なんか本場っていう感じで、こういうつかみ取り体験とか、観光を通じてですね、私たちは、一日も早い復興を願っておりまして、こういうイベントができる限り続くことによって復興が加速するんだろうと私はそう思っています。このは毛ガニ祭りというのがありまして、三陸海岸でも毛ガニが取れるんだということのアピールできればいいかなと思っています。冬も元気な鮭の町宮古、毛ガニ祭りで再び元気を発信します。冬の三陸をぜひ満喫してください。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。